レインディア。どなた？見てください。このクソ寒い中泳いでます。気温は5度です。キャビア6種類来ました。このベルーガに至ってはなんと25年エイジ。ヘルシンキにやってきました。今回泊まってるホテルの朝ごはんです。このようなサラダ、ヨーグルト、フルーツです。なんかキッシュっぽいもの、これはなんかフィンランド系のものでしょうか。私はエッグベネディクト好きなのでエッグベネディクトを頼みました。ソテーした野菜、お酢でマリネートしたマッシュルーム、キッシュ少々、サーモン、それからライ麦パンを食べてますが、このバターが絶品で美味しいです。フィンランドのハーバーにやってまいりました。ヘルシンキはコンパクトな街で観光が、全て徒歩でできちゃうような感じです。ここは、日曜日に開かれる、屋外市場だそうです。この向こうがハーバーになってます。ベリー系、それからキノコ、まあ、超美味しそうなキノコです。じゃがいも、あ、鳥が食べてます。カレンガ大聖堂にやってまいりました。2つ目の観光名所、大聖堂にやってきました。赤レンガから歩いて5分程度の距離にあります。ミサが10時半から11時半まで、まあ、11時40分でちょうど終わって中に入ることができました。あまり派手っぽさはありません。これからフライングムービーが始まります。シティフライング 3D ムービーツアーです。これは絶対に著作権があると思いますので、ここまでです。15分ぐらいだそうです。観覧車と一緒のコンビネーションチケットを買いました。観覧車とスカイシネマ全部で32ユーロでした。これから上がってきます。大聖堂が見えます。正面のあの建物がプレジデンシャルパレスとなってました。正面の赤いビルディングの前にある、建物はいろいろな肉とか魚とかが売っている場所だということです。湾内にプールがあるんですが、見てください、このクソ寒い中泳いでます。気温は5度です。前回1日だけ来た時はマイナス12、3度でした。この湾が全て凍ってしまっていました。ハーバーにあるインドアのマーケットにやってきましたが、今日は日曜日でやってる店が少ないです。小腹が空いたのでレインディア巣、トナカイの巣および、フィンランド
名物サーモンスープを頼んで7時までの夕食に備えます。サーモンスープはホワイトクリームシチューの中にサーモンの身を入れただけみたいな感じでした。このお店で食べました。サーモンスープ、レインディアスープ、その他サーモンのサンドイッチ、フィニッシュミートパイ、レインディアカバブ、トラディショナルサーモンパイ、サーモン、このような食材を食べることができます。スープはいまいちでしたが、他の商品は美味しそうでした。デザインミュージアムにやってまいりました。世界のデザインミュージアムの中心だというふうに入り口には書いてありました。現在は、ペルシャ絨毯スペシャルをやっているようです。このペルシャ絨毯、縦約5メートル、横 2.5 メートルから2メートル、1枚でなんか1億円ぐらいそうな絨毯です。こちらも同じ作者の絨毯みたいです。ムーミンカフェを探したが見つかりませんでした。なんか潰れてなくなってるかもしれません。ということで、その近くにあったデパ地下に来てます。フィンランドのデパ地下惣菜売り場です。やはりチーズが豊富です。チーズだらけです。さすがにヨーロッパ。まだチーズが続きます。ブルーチーズ系です。朝飯からチーズを食べます。サーモン、あ、いろいろ置いてあります。刺身は食べられません。こちらはなんか美味しそうですけど、新鮮で美味しそうですけど、刺身では食べられないでしょう。お、タコがありました。やはりアタックが好きです。今日の夕食は1ヶ月前から予約を、マリオット経由で取ってもらったパッシオというスカンジナビアン料理屋さんに来てます。今日は、3コースメニュープラスワインペアリングでオーダーをいたしました。中はこんな感じになっております。こじんまりとした感じのいい店です。スモークビーフハート、ラビット、ラビット、ラビット、オッケー。 2022 from Barolo in Lange Piemonte, Italy. Second course, you have the three course menu? Yes. Yes. フィッシュの卵が乗ったホワイトミートだっていうのはよく分かったけど、その先はなんかよく分かりませんでした。And the grape is Chardonnay. Chardonnay. Yes. Honey cookie. Yes. Okay. Enjoy. Okay. Thank you. Thank you. さあ、インサイドのマーケットにやってきました。ワイン屋さんです。お肉屋さんもあります。お肉屋さんです。何のお肉だ？羊？何あれ？心臓？なんで？クマ。ムース。おー。
ジビエの店なんで、レインディア、トナカイ、モルスってなんだ。なんかここも缶詰屋さんだね。おお、シロさんがすごい綺麗ですわ。美味しそうだね、みんな。スモークサーモン美味しそう。すごい種類。ほら、マスみたいのもあるし。なんかさ、胡椒が乗ってて美味しそうだと思わない？あれもなんか美味しそうだと思う。あれソルト？岩塩？スカンジナビアンキャビア、ノルディックキャビア。これが何？こっちのキャビア。すげえ。小腹が空いたので、イカリングとアンチョビの唐揚げを超苦いフィンランドビールで、多分フィンランドビールだと思います。今日はこれから昨日の観覧車から見たクソ寒い中泳いでる人たちがいる、実はあれはサウナだったんですが、有名なそのサウナに行ってからシーフードキャビアを食べさせてくれるお店に行きます。少々逆光で見にくいですが、あの観覧車の上から見たプールがこちらになってます。で、その横っちょにあるのがサウナです。今日はこのサウナに入りに来ました。フィンランドの夜、最終の夜になります。もうお肉は食べ飽きたので、今日はシーフード、フィンランドキャビア有名なんで、キャビア食べたいと思います。フィンランディアキャビアです。キャビアショップ&お店でご飯食べさせてくれます。こんな感じになってます。魚のシーフード系の缶詰、裏魚の卵を販売しております。なんだこの旨味って感じ。キャビアです。キャビアが、いろんなキャビアがありますが、赤いのはベルーガかな。イラニアンベルーガ一番高いです。400ユーロ。オイスターだと思いましたが、残念ながら、オランダとフランスのオイスターがそうです。牡蠣がそうです。みんなプリプリしてて美味しそうな牡蠣です。キャビア6種類来ました。これが一番若くて4年ものでこれがだんだんとエイジ期間が長くなり、このベルーガに至ってはなんと25年エイジということで、今日はキャビア三昧であります。フィンランドキャビアを食べたくて来たんですが、フィンランドキャビア今工場移動中ということでないそうです。でも美味しいキャビアをいろいろ食べてます。これはキャビアパスタです。アルデンテで頼んだだけあって、手打ちパスタの割にはちょっと芯が残っていて非常に美味しいです。この店の評価が高いのが分かります。リスクですが、最初は牡蠣のシチューにパンを浸したような感じのシチューです。最後はラストディッシュはロブスターで作りしました。果たしてお味はどうでしょうか。ちょっとトライしてみたいと思います。はい、超濃厚でビビです。美味しい。皆さん、フィンランディアキャビア来てください。料理みんな美味しいです。これからヘルシンキのマーケットスクエアからスメンリンナの要塞、世界遺産、約15分のフェリーの旅へ出ます。ヘルシンキの旅の総括ですか。
ヘルシンキはこの大聖堂、それから、この後ろにある赤レンガの聖堂、それから、この観覧車サウラ、町のサイズが非常にコンパクトにできており、スメンリンナの要塞も含め市内の観光は1日半あれば十分だと思います。オスメンリンナ要塞に到着しました。到着したら皆さんビジターセンターに寄ってください。日本語の案内があります。それからこのブルーの矢印に沿って約 1.5 キロあるそうです。片道歩いていくと、見どころに行くことができます。ということで歩いてきます。ミュージアムなんですが、なんと10時半からでした。ちゃんと調べてませんでした。もう一つ、これも私は調べてませんでしたが、デジタルウォーキングツアーという、アップがあります。4ドル99ユーロ、これ日本語も対応してます。ぜひ皆さんこれをダウンロードしてから来てください。 1.5 キロの道のり、最終地点に来ました。ヘルシンキの街並みが遠くに見えます。この真ん中の白いのは大聖堂、です。大砲がありますこれから JAL コードシェアフィンエアで羽田に向かいます。フィンランドはまあまあ食事も美味しくて楽しい旅でした。Thank you.